それがストッとこの真ん中に入りながらストッとこれで、本当カンフーみたいですよね。フランスに行ったらなんかあの英春拳やってる人がいて、こういう英春拳じゃないですかって言われたことあります。イップマンとかが使いそうな技。これが1本目ですけども、そんなのが10本ありますね。あの一挙止めなんかさっきやってたのは、これでこのままスッとこう流すもできるし、これでそのまま流す前に乗ることもできるし、そのまま後ろに流していなして転移転体使って技に入ることもできるし、でそれを考えながらスッとこの受けだけを今は練習してるわけです。で受けだけ、あの形は受けですけども、そこの位置に行くことによっていろんなあの技に展開をできるようなことを考えながら本当はやらなきゃいけない。今の最後の決めの時なんか両手使われてましたよね。ちょっと二挙止めですね。これでスンと入って、はい、これでスポンと出す。ここが見えなかった、はい、こうなんですね、はい、これは一本拳で段中一本拳ですね。あ、なるほど。やっぱり基本 の, その約束組み手っても複合的ですよね。そうなんです。全ては攻防一致一体する、うん、だからこれなんかも受けと突きと両方いっぺんにやるとどっちかが力が均等に加わらないから、受けだけが強くなったり突きだけが強くなっちゃったりするんですよね。それが両方が均等に力が出せるように操作を体の中でしなくちゃいけないんですけど、うん、だからどうしますかね。さっきから逆突き中段入りますね。はい、背中までずっと、はい、そうかね。えもう一番弱いとこ、あほうこっちで。まあこれは、まあ、平手で叩いてるから痛くないです。ゆっくりですよ。ゆっくりと、これをスッとここに入ってこっちは一番弱いですから。うわ、なんか本当カンフーみたいですよね。フランスに行ったらなんかあの英春拳やってる人がいて、これ英春拳じゃないですかって言われたことあります。イップマンとかが使いそうな技これ、はいはい、うん、それがストッとこの真ん中に入りながらストーンとこれで、あ、うん、さっきのは一本拳でやってますけど、一本拳で怪我しちゃったら本当にやったら。クロービーワールドは毎日更新。さあ、明日は誰に会えるのかお楽しみに。